초반 바타 카토바세 고! 오케이 이만아 렛츠고 自分の勝手な強さっていうのはあるかもしれないんですけど、送球の勝手な強さを見せるというよりは、コントロール、正確性を常に、やっぱり試合の中で、エラーが出やすいところっていうのが、やっぱり送球エラーとかなので、送球を中心に練習してるんですけど、その中で、セカンド送球ですよ。縦のラインを引いて、作って、そのラインからボールが出ない、それないから、しっかりラインを作って、コントロールができるようにします。なるほど。遠くに投げる、遠投は意識的にやってます。遠くに強く投げる練習することによって、やっぱり肩の強さっていうのはついてくると思います。投げる強さって投げないとついてこないと思います。伝統は特に注意します。あとはその補強としては、チューブを使って、関節周りとか、インナーマッスルを鍛えたりとかはします。そうですね。高校、社会人入って、去年、一昨年ぐらいですか。一昨年ぐらいまでは、たった強肩って言われることに、嬉しく思って意識したりとかってなったんですけど、勝つために必要なものが何かって考えた時に、肩の強さではだけではないなって感じました。キャッチャーあんまり目立たない方がいいのかなって思うんですけど、当たり前のことは当たり前にできるようなキャッチャーになりたいと思ったので、ゲームメイクをしっかりできている部分を見てほしいなと思います。わかりました。今後も頑張ってください。ありがとうございました。 皆様登録の方何卒お願いします。